じゃあ行きましょう。5秒前。お願いします。4、3、2。さあ始まりました、霜降り明星のおうちでギャラハンティング、霜降り明星です。お願いします。我々霜降り明星にとって初めての冠レギュラー。イエーイ、やったー、やったー。初めてなんですよ。いやもうこれですよ。M1 なんで取ったかって言ったらギャラハンティング。これです。こういうのやりたかったんですよ。ギャラハンティングやりたかったんだな、ね、俺らは。もうだんだんこうね、MC みたいなことも初めてさせてもらって。そうですよ。もうでもあった、はい、似合ってないですね。いや怖い。似合ってますよね。いや人を平気で刺すタイプの街中の変質じゃん。違いますよ。あのトレジャーハンター、アイドルとか狙う感じの。狙わないです。怖いですけど。ハンターですよ。ハンター、ハンティングね。なるほど。だからこのね、冒険の感じで。そうでございます。ちょっと楽しみなんですよ。マジでそうですよ、ええ、先ほど本で聞いたのがですね、はい、あのこの番組、今のところ我々のギャラ0円だそうです。めちゃくちゃやん。家賃1万なんですよ僕まだ。相方有馬記念で50万吸ってるんです。50万返してよ。違います。ちょっとどういうこと。ゼロ円今のところでございますから。あ、まずですね、この番組は人気の若手芸人のおうちにお邪魔する番組でございます。いい、ね、楽しい、楽しい。これ楽しいでしょ。だからもう視聴者の皆さんもどんな家住んでんのか気になるでしょう。若手は そこで登場するのがこちら、このギャラ占領箱。おお、なるほどなるほど。ちょっと中開けましょうか、はい、中開けたらですね、ほら、うわお、現金がですね3万円3万入っております。おお、これがどういうことかというと、はい、我々のギャラとおうちの住人のギャラの合計3万円が一緒に入っている状態でございまして、このギャラハンティングがですね、僕らがそのおうちにこの占領箱を隠して、ほう、はい、どっかに部屋のどっかに隠して、おうちの住人がこれを見つけられたらギャラは丸々住人のもの。3万。しかしですね、見つけられなかったら我々霜降り明星のものになるというハイリスクハイリターンの番組なんです。じゃあもうボケなしや。いやいや、ほんまに隠すだけ。いやいや、もうトイレのもうタンクの中。ほんまに行こう、本気で行こう。ほんまに金ないんですから M1 チャンピオンやのに。一番今金ないね。今ね、一番賞金入るまでこれ3万で食いつなごう。これで行きましょう。よっしゃ、行こうや。借金も増える一方ですから。これは敵によるな。だからそう、まず最初のお家はですね、はい、こちらの方です。じゃあ M1 ファイナリスト、実力派芸人のお家。おー、なるほど。M1 ファイナリストです。まず一発、ね、いやもうだから分かりますよ。もうあーやっぱこの感じ住んでるとこで。あ、そうそうそう、 M1 ファイナリスト。だからトム・ブラウンさんでしょ。出るか。どっちが出るの。道代さん。道代さん、坊主の方出えへんねん。東京のしみったりな場所に住んでるんですか。いやいや、言い方、いやほんまにすごいとこ住んでる。そうでしょ。違いますよ。絶対タイニーのな、トム・ブラウンさん。どこまでしてんの。合体とか、止まてよとかをやるよ。絶対に冒頭の導入のとこやろ、それ。あったけど、絶対にはないんですよ。あー、分からん。そんなんじゃないです。我々とまあ近い芸人ですよね。あー、なるほど、はい、ちょっと楽しみですね。というわけで、まずは最初のおうち、参りましょう。行きましょう。行こう。綺麗なとこですよ、結構。ちなみに住人の方は、はい、ギャラハンティングのことは知らないです。あ、なるほど、まあ、ただのオタク拝見ロケ。あ、もう普通に部屋見て帰るっていうだけの。
いや、若手がこんなとこ住めないですよ。なんかこういいところですね。目の部屋より全然広い。じゃあちょっと押しますか。誰？結構いいとこですよ。なあ。誰や？先輩かな。確かに。M1 ファイナリストだった。はい。新山かい。新山出た。すごい格好してますね。いや一応あのお家の方をちょっと紹介してもらう。そういうコンセプト。はい、物件ハンティングということで。上がっていい。あ、もうぜひ来てください。ラフやな。いやいやいや、まあ家ということでね。いいね、はい、そういう家が出て、ええー、とこ住んで。ちょっとお邪魔します。あ、セパレート。セパレートです。お邪魔します。あ、どうですか。めっちゃええやん。めっちゃ綺麗やん。いいでしょ。綺麗。一応二部屋みたいなこと。まあ一応ここ一応ですね。ここリビングで、まあほんまに狭いですけど。わ、これ、家賃なんぼなん？9です。あー、いやでも9大阪でなかなか。いや、いいとこよ。出来立てのとこです。なんで綺麗もんな、はい、だってそうなんです。綺麗。そうだって。ちょっとこれキモいな。ちょっとこんな M1 のこれ2017年の名前呼ばれた時の結果発表の決勝進出の時、うん、そうです。あったあった。このカードで呼ばれた。いや、そうやけど、これ見ながらお前飯食うてんの、ここで。これ見ながら、はい、飯、ご飯うまいんすよ、また。い強いって気持ちが。これとまたご飯合うんすよ。じゃあこれもでも理由は見ながら飯食うて。理由、僕は結構風水ハマってて。おーおーおー、風水。結構風水の先生に、まあ、吉本の芸人の先輩なんですけど、はいはいはい、出雲の奥義さんという方に、おーおー、めちゃくちゃ褒められて、あれもう天才ですと、あなたは、うんうん、あなたは天才、はい、皇帝、もうそういう星に生まれてる、はい、一緒の星、うん、手塚治虫さん、そうなんです。すごいやん。ビル・ゲイツさん、ラサール石井さんと全く一緒の星やつ。いや、ラサールさん、違うやん。その並びやったらラサールさん一発目でええやん。ほんまにそういうふうに言われて。風水他なんかあんの、こう分かってるみたいな。いろいろね、まあ、パッと見で言うと、あのカーテン、寝室のカーテンは、あの薄ピンクの方がいいっていう。マジや、はい、とか全部そういうなんで。そうな、結構揃えてるんですよ。だからこのね、台所なんですけど。なになに、こんなん、この花、はいはいはい、あ、ほんまや、こんなんないよ。これは水場と火のとこ、これ仲悪いんで。仲悪いんで、はい、草で中和させるんです。そんな若手芸人おらんねん。お前中和させてんの、かわいいやな。そのトイレにも観葉植物置いてるし。はぁ、これなんや、これ、このマロキティのえらきもいける、これも。何やねんこれ。これはあの USJ 行って、あの仕事で一回ロケで行かせてもらって、その時にめっちゃキティちゃんって、僕あんま好きじゃなかったんですけど、あったらめっちゃテンション上がって、はい、風水全然関係ない。あ、関係ない。これただの思いです。風水的にはあんま好きじゃなかったんや、キティちゃんのこと。そうだって、男であんまキティちゃん好きっていない。本気になってんけどさ、はい、はい、本、あ、そうですね、本、あ、本読むんや。見てこれ、左にね、ドラえもんのね、秘密道具大辞典とか、かわいいとか、はい、右見たら生き方楽さ。右と左のギャップ。右は生きる方で、左はまあちょっとお楽しみみたいな。はい、かわいいなお前。右はあの自分の。あ、はい、あ、左がいいわ、俺。強く生きる言葉とか。大腸炎って自分で直せる。すごいよね、あれ。興味深い。大腸炎、はい、大腸炎自分で直せる。自分で直せるっていう本。ネットで調べるぐらいけど、お前は読む。って、はい、読み込むよ。ちょっとそれで、あれ、ちょっと明細じゃないんですか、給料明細。これはちょっとね。いやちょっと待ってくださいよ。これはちょっと待ってくださいよ。いや、ちょっとほんまに霜降り明星はやっぱまだまだロケの腕とかないし、これ初めてやから、ちょっと普通に学言います。なんか遊ぶとかね。そんなことやってたら伸びないですよ。そんなことない。じゃあ、じゃあまず何枚ですか。何枚紙来てる。そんなないです、本当に。3枚来てます。わあ、すごいな。3枚は、いやいや、普通1枚ですよ。1枚です、全ての若手は、うん、そんなことない、そんなことない。さやかのスタジオ C。 あ、くーん。それ、一個一個見ていくんですか、それ番組とか。あ、え、単価、いいね、単価上がってるやん。いや、まあまあ、1回の舞台さやか調子いい。
いやいやいや、これもまあまあその M1 のやつですか。単価だから1回の舞台で例えると、その例えよう5000冊1枚ぐらいか。そんまもやん。そんまもやん。例えたらな。例えたら5000円にな。例えたら。いやいや、やめてください、ほんまに。あ、合計ここ、ちょっといいですか、はい、見て、はい、うわめっちゃもらってるやん。もらってませんって。いやいやいや、サラリーマンの方で言うと結構上の方の、はい、いやそんなことないです。確かに、だから20代のサラリーマンはもらってないんちゃうかってぐらいの、うん、もらってないですね。いやそうやろ、これはマジですか。いやそんなことないです。少ない時でこれやろ。だから公務員さんレベルの立派ですよ。いやいやほんまに。で同窓会27とかやろ今年。27です。で同窓会とか行っても多分一番稼いでんじゃん。それはないですね。いやいやそうやろ。いや恥ずかしくないよこれは。いやそんなことはないです、うん、ちょっとじゃあ奥の部屋も、はい、ありがとう。いや何ですかねこれね。これでも本当にこれ何何何ボケでも何でもないですから。もうええってもう。じゃあ、ま、ずこれ本当にこれ見てくださいよ。2017年1月4日。暑いねお前。もう1年前。これ言ったら書き初めなんですよ。うん。毎年書き初めするんです。はいはいはい。でまあ2017年がこの映画発売っていう。映画発売。はい。何ですか。聞いたことない。これは内面、自分の A って賢いとかいう意味ありますが、はいはいはい、内面が結局外に出て花になりますよっていう意味の四字熟語。はい、はい、俺大学。いや文学部やったけど知らんかったから内面をもっとこう育てていこう。へぇ、お前オリジナルじゃん。聞いたことない。いや、ほんまにあるんですこれ。へぇ、はい、あ、俺もカービィ好き。あ、本当ですか。わかる、カービィ好き。カービィ好き。これなんなん。これなんか僕もカービィ好きで UFO キャッチャーであったから撮っただけですよ。へぇ、あ、本当ですか。俺これ持ってへんよ。かわいい。これカービィの敵キャラ。いや、カービィの敵キャラ全然好きや。これいやいやいや、こういう攻撃やったっけ。ほんまや、いないです。強いなこれ。やめてくださいよ。なあ、こうやってな。そうそうそう。ああ、ええやええや。こういう。そう、怒られそう。えぐい怒られ方しそう。やめてくださいね。なるほどね。いや、新山らしい家ですね。四文字熟語とか。まあじゃあ結構もう下見は、はいはい、できたか。そうですね。うん、下見、ええ。下見はもうできました。ちょっと今回の家ロケ。はい。はい、ギャラね。はい。ギャラ。うわすごっ、はい、えこれはもう千両箱に入ってますか。いいでしょ、はい、これすいません、うわ一応はい、3万円3万円よ、はい、すごっ。これ今回、はい、ギャラということで、はい、今から、はい、我々ですね、はい、ギャラ千両箱を、はい、このお家のどこかに隠します。はい、はい、それを10分間で見つけることができたら、はい、ギャラあなた総取りということで、もう3万円3万やぞ、新山。いや、ちょっと待って、このロケ3万円を、ただし、はい、10分で見つけられなかった場合はノーギャラで、3万円は僕ら、僕らになります。きます。いや、お、だからもう勝負ってことですよね。いや、ガチ。いやいやいや、で、これほんまに、はい、ほんまの3万らしい。はい、マジか。大阪チャンネルさん、こういうのガチやねん。金ほんまだから新山と俺らで今から3万取り合います。ガチで。ガチですか。隠す側なんですよ。僕が見つけるんですよね。そう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 。服逆ちゃいます、なんとなく分かんないですけど、なんか。いやいや、ハンドする側でしょ、絶対。確かに。俺らも今絶対こっちが隠す側じゃないでしょ。そうですよね。1回目やねんけど。やら1回目やから。でもこれ、オッケーね。はい、見えてないね。はい。よっしゃ。お願いします。もうこれガチ勝負やからね。はい。恋愛系の歌でお願いします。いや、ええわ、お前。恋愛好きやな。というわけで、隠しタイムスタートです。よっしゃ。ちょ、急がう急がう。どうする？どうしよう。ちょ、まあ、例えばやけど、うん、今パッと僕思いついたのも、はい、なんかティッシュの中とかね。なるほど。なんかちょっと工作してこう。確かに。なんか入ってるとか。でも新山俺、そこら辺の細工ぐらいでは気づくような気するけどな。なるほどな。ほんまにもう室外機の穴とか。室外機ベランダよ。まあだから、まあ、ベタなんで言ったらこのソファーのね、なんか、ああ、なるほどな、中敷きベタやけど、これわかるか、さすがにこれわかる。ああ、だからダミー占領箱もある。1個そのソファーの中敷きダミー、こうやダミーしとこう。はい、だからこれはお金入ってない、アホってやつね。古典的な、いいね、じゃあこれ一番ムカつく。じゃあこれどうやって、ほんでちょっと隠してやるような、はいはいはい、これでしょ、俺これ仕掛けとくわ。そうしよう、そうしよう。あと
どうやろうな。あとダミーがほんでもう一個ありますからね。布団の中とかあかんか。さすがにこのチャック開けて。いやいいんじゃないですか。別にいいですか。布団の中でもいいですよね。布団の中とかね。もうあいいやん。ありやけどな。いいな。俺本ちゃんどこ隠すか考えなさっき。あとでそのキー散らすとか仕掛ければ。これ入れますよじゃあここ。はい。まあ、じゃあダミーやしこんなもんにしよう。いやこれ本ちゃんどこ行くよ。ちょっとゴミ箱マロニーと入らんよな。マロニーぴったりやけど、ゴミ箱の中袋の底、冷蔵庫とか。いや冷蔵庫は見るんちゃうか。急げってお前もっと。え、ちょっと待って金金が変えてんなお前。ほんま急がなあかん。どこに行ってる？場所大事よ。あ、これいいぞ。めっちゃいいめっちゃいい。あ、めっちゃいい。いいねー。これいいよ。作ります。新山さん、押すんですね。いよいよです。あ、本当ですか。じゃあちょっと、これ預かりますね、はい、じゃあアイマスクを外して用意スタートって言ったらもう10分間。なるほど。新山さんもうガチの10分ですからね。はい、わかりました。はい、よろしいですか。3万かかってますよ。はい、もう絶対取ります。絶対取ります。それでは、はい、用意スタート。はい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 。うわうわめっちゃ速い。やばいやばいやばい。すごい速い。めっちゃ怖いめっちゃ怖い。怖い怖い。アスリートやこいつ。どこやどこやどこや。アスリート。漫才ばりの。うわ。やばい。あれあれあれ。あ、詰まってる。すごいすごい探してる。新山さん、30秒経過。30秒10分です。まだ10分ありますからね。あ、そういうね。確かに確かに。布団が気になる。布団。布団気になる。え？取られない。どこ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 。え？どうでどうで。あ、やばい。天才。やばい。やばいやばいやばい。やばい。天才。やばい。布団。やばい。布団。やばい。布団。あげてあげて。なんだ。おもろい。これおもろい。ドンがバレる。これどう。あ、やばい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 。おい、やめろお前。アホ、こんなにか。アホ、アホスクあるんか。まあでもまだ1分半ですから。まだ1分半。あ、面白い。あ、ちょっと体力を。面白いのもあるな。一回落ち着かない。どこ入るか。新山さん、こういうこういうなんかこんなんもありますけど聞いてくださいね。こんなんも。いやいやこれ。変えられてますから。いつの M1？ 何年前この M1？ マルミスさん出てはりますから。40年ぐらい前の。こういうトラップもあるんで。いやちょっとほんまや。気つけてくださいよ。そういうのもある。わかん。ちょっと待って。一旦落ち着こう。俺らもガチンコやから。そうやな。これおもろいな。ほんまに分かれへんな。2分経過。逆にこの鏡にもなら、さあさあちょっと待って、これほんまに分かれへん。いやこれね、新山さん、ほんまに、はい、冷蔵庫とか、どこでも僕ら例えば、お風呂の中とかの、はい、電子レンジとか。なるほど。ああ冷蔵庫これはね、はい、くまなく探していただいたほうがいい。これちょっとずれてたんですよね、これ。なるほどね。なるほど。なるほどね。いや、そういうタイプです。温めるタイプ。ホットテンガ。どこに入れてたの？ホットテンガ。ホットタイプですか？ホットテンガ。どこどこ、ちょっと待って。おおおおバカチやな。焦りすぎてる。ガチやな。3万がかかってる。これ人間の姿です。3万かかってるよ。さあ、どうなの？さあ、3分経過。3分経過。あと7分。7分ありますから。見たから。新山さん、あと7分ありますよ。こういう新山さん。ガチですね、新山さん。ちょっと待ってくださいね。痛いからな。さあ
若手の3万はでかいですよ、これ。これはでかい。ちょうどリアルな数字やねんな。これ2位やったら、なるほど。おわー、ちょっと待ってください。あ、そういうことか。待って、おわー、あんまよくない、ないありそうやもんな。長らく触ってない。さあ、ちょっと待って、これほんま剣道むずっ。怪我だけはしないでください。はい、そうですよ。さあ、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 ね、さあ、確かに一回探したとこ、もう一回探すというね。ないよな。前このシャツ、これ邪魔やな。どこでも入ってる。ユニクロやった。ユニクロ。うわ、それも見たよ。あ、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 昆布、昆布。それお前の昆布。それお前の、僕の昆布。お前、俺何もしてナチュラルお前の昆布。ちょっと待って、え、一旦まだまだ探してないとこいっぱいありますもんね。これ見てんのおもろいな。時間はまだありますよ。ガチですよね。まだあります。ガチ、まだあります。今ね、4分半です。4分半か。もうちょっとで半分。あ、いい袋ポケット。ポケットにはないか。あー、おもろ。いや、発想が新山さん、こことかも地味に開くんですよね。はい、はい、さあ、あたあたあた、もうそろそろ5分が経過します。半分。新山さん、ちょっと待ってくださいよ。見つけていただきたい。ハウスダストがすごい。さあ、5分経過。うわ、やばいやばいやばい。5分経過。え、ほんまに分からん。ちょっと待って。ここじゃないんかな。ちょっと向こうとかもいいですか。いや、ありよ、ありよ。いや、ほんでティッシュも買うんすか。いいね、いいね。これどうですか、これ。めっちゃいい、めっちゃいい。あ、めっちゃいい。いいね、いい。これいいよ。逆にこうやって置いといた方がいいんかな。まあ、確かに、偏僻なところに出てきたら怪しいもんな。あいつ覚えてるかもしれないし、場所ここにあったもんだと。ここ置いとこうやって置いとこうか。そうしてみようか。うん、結構大胆やけど、まあ大丈夫か。さあ、5分経過。うわ、やばいやばいやばい。5分経過。うわ、ぽいな。そう、やっぱ箱系にしてありますね。そうですね。さあさあ、あ、ゴミ箱。ゴミ箱。あー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 、よかった。ここにしようかって言ってたもんな。ええやん。うわ、さすが、危な。こいつ、そのさらに奥。うわ、ここも迷ってんな。迷った、このね、米びつね。いやいや、分かるやろ。分かるやろ、一応ね、一応隠れてるかもしれんからな。米、あ、もう分かるやろ。ちょっと待って、偉いな、自炊もして。うん。いや、料理はね、よくするんですよ。まだ余裕ありますね、会話するよ。残り4分。得意料理は何ですか。僕、鍋ですね。いや、鍋、はい、鍋の素結構大体旨鍋結構あるもんな、鍋の素。カレーとか。カレー鍋、なんか美味しさの秘訣とか、なんかちょっとまた後で。すいません、後で。また後で言います。後で。こない家住んでねえな、新山くん。あら、おお、新山くん、ちょっと待ってください。話聞いてくれや。新山くん、師匠、今触らんといてください。すいません。さやか、若者に分かることだけやってるって感じやな。最低。最低最低や。いや、なんかそれで笑う人が最低やわ。受けの方、受けんのが嫌やわ。受けんのはよくないよ、頑張りや。いや、やめてください。笑わんといてくださいよ、今のディレクターの方。それが一番嫌や。新山さん、残り3分。やばいやばいやばい。新山さん、やばいよ。ちょっと、もうちょっと奥行っていいですか。さあ、こっちはないか、さすがに。好きにさ、おー、さあ、おー、いいですね。躍動感ある。トイレとか。さあさあさあ、トイレね。さあ、風呂場も。さあ、どうなるのか、これは。うわあ、さあさあ、残り2分半。本当に見当つけへん。おい、3万のチャンス、俺らに3万チャンス。ガチやから。ガチやな。何これ。ガチよ、これは。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。これガチやから。さあさあさあ、まあまあ疲れますね、これで。さあ、どうなるどうなる。体力が。さあ、体力が。新山、さっき見たと思うけどな。何回も同じとこ見てる。
さあこれはもう全部見たんちゃう。残り2分。やばいよ。残り2分。宮山さん。やばい。全部見た。全部見た気しますけどね。どうですか。いや俺らももう一回探そうかな。探そうかなじゃないよ。強い気持ちで探すね。イエーイ。適当な。さあ新山さん。はい。もう残り1分。やば。1分半。ちょっと待って。たこ焼き出てきた。待って。ない。はい残り。はい。やばい。もう。1分半よ。ちょっと待って。さあ。やばいよ新山さん。ほんまにない。ぜひ見つけていただきたい我々としても。おお見つけてもらって。それやめろ。それやめろ。二つ目ないかここに。ハウスダスト。肌がすごいかっこいい。残り1分。新山さん残り1分です。ここは初めて見た。ああどうなの。バタバタしすぎあいつ。さあどうなる。残り50秒。これ新山さん。はい。俺らもちょっとテンション上がってきた。興奮する。3万チャンスやからな。どんどん。どうなる。おもろい。ちょっと待って。40秒。残り40。うわ。ゴー。残り30秒。もっと。新山さん30。くださいよヒント。新山さんめっちゃ近い。マジですか。近いのは近い。20秒前。新山さん近いです。3万どこ。3万どこ。なやこのドラマ。3万どこ。残り10秒。6 5 4 3 2 1。終了。ギャラハンティング失敗。ギャラは全て我々勝利病者のものです。イエーイ。サマー最悪や。部屋ぐちゃぐちゃなっただけ。ゼロ円でぐちゃぐちゃにしただけ。お前今日ギャラもないし部屋の片付けするだけ一人で。マジっすか。いやうわめちゃくちゃ近かったよ。正解はそこでした。うわ。汗拭こうもた出てきました。すごいシステムやな。汗がもうちょい早く垂れてたら。ほんまや。汗もうちょい早く拭いてたら。いやー惜しかったな。よかった俺らの勝ち。勝ちです。最悪よ。じゃあ帰ろうか。バイバイ。よっしゃ片付け手伝ってください。どれがですか。ちょっとごめん。ちょっと次もあるんで。すいません先輩やし俺ら。汗めちゃくちゃ。あ、いいよ。ちょっと待ってくださいよ。いや返しませんよ。怖いわ。怖いて。ちょっとありがとう新山。また新山。そのもう一軒行くんすか。次また行くんすか。行くよ。まだそこで僕見つけたら3万とか。違う。そんな企画はないです。ごめんな。これはごめんなさい。じゃあ俺らの新山さんすいません。新山またな。いやもういいっすわ。またね。もう小屋んといてください。まだ来るわ。いやもう小屋んといてください。またね。やばい。よいしょ。何やこの子に。よいしょ。わかりますか開け方。何これ開け方分かりました。怖いて。おしゃれすぎて閉じ込められた。怖いて。閉じ込められた開け方。そんな部屋住んでんのお前。いやそうです今これです。あれびっくりした。はじめまして。すいません。こんなかもしれない。そうです。これそのまんまでいい。おかしいやん。一回これに入れる。なんでここに貼んの。これか違う方向は。そら家潰すな。そら家やめてー。そらやめてー。